予選の2日目には33万円台という尼崎での史上最高配当も飛び出しまして、シリーズタイトルの白波がオッズ盤に立ちまくる、そんな波乱万丈の1週間となりましたが、果たして最後はどうなりますか。スポーツ日本杯争奪第21回の白波賞競争、注目の優勝戦を迎えます。1号艇は桐本康臣、2号艇は森貞浩二、3号艇は鈴木博士、4号艇は吉田博文、5号艇は藤岡俊介、6号艇は久田武史、以上6メンバーの対戦です。人気の中心に押されました1号艇桐本康臣、がっちりとここはインコースを主張していきます。トータルバランスな軽快な船足に仕上げました1号艇の桐本、めっぽう得意なここ尼崎、インからの先手は譲りません。そして2号艇パワーでは決して引くを取りません、43号機そのパワー全開で迫る森貞浩二、センター3コースには3号艇尼崎校舎、久々の復活ののろしでありますが鈴木博士です。そして4号艇吉田博文が4コースは角1にどうやらなりそう。とにかく今シリーズはお腰の足だけがネックです。スタート決まれば展示タイム通りのハイパワーでねじ伏せます4号艇吉田。5コースには5号艇地元の期待を担います兵庫三銃士スタートのカリスマ藤岡俊介、6コースに6号艇の久田が構えます。競争水面上の風向きはなんとも不安定なコンディション。第12レースの優勝戦内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかにコーススタートを決めたのは2コース3コースか2号艇3号艇、しかしインコースからは先手か1号艇の桐本、2号艇の森貞浩二、刺してくるまくっていく3号艇鈴木博士、バック設置入って1号艇3号艇先行争いは思い切って攻めた3号艇の鈴木、覗かせようとしますが内側からへさきかけるか1号艇の桐本、3番手には5号艇の藤岡、なおスタートは前提正常でした。2マークへと向かって内をこらえる1号艇の桐本にもう一度つけて回る3号艇は鈴木ですが、これは大きく膨らんで内をついた1号艇の桐本が先頭、2番手押し込む3号艇は鈴木、上位体系1番3番1番体系、3番手には2号艇の森沢、4番手以降6号艇5号艇4号艇となっています。2周の1マークをトップでクリアは1号艇の桐本康臣、2番手追走は3号艇の鈴木博士で、上位体系は1番3番1番体系、3番手には2号艇の森貞浩二、4番手には5号艇か藤岡、外からは6号艇久田、最後方4号艇の吉田となっています。2周にマークの旋回からホーム設置を戻りまして、先頭人気の中心は1号艇の桐本、2番手3号艇鈴木、3番手2号艇の森貞、上位体系132、4番手以降5号艇6号艇4号艇となっています。向きもコロコロと変わる厳しいウィンドコンディションでありましたが、そんな中スタート切れて攻めのレースを見せたのは3号艇の鈴木、しかしその攻めをがっちりと受け止めてバックはなんとかこらえ切りました。先頭人気の中心が1号艇の桐本、そして2番手惜しくも3号艇、レースメイクとなりましたが鈴木博士、3番手2号艇の森貞で、上位体系1番3番2番の体系となっています。今年初、通算では17回目、そして相思相愛の得意なここ尼崎では3回目の優勝ゴール、先頭は1号艇桐本、2番手は3号艇鈴木、3番手に2号艇の森貞です。先頭1番の桐本優勝の5輪、2着3番鈴木5輪、3着2番森貞5輪、5番5輪、6番4番接戦での5輪。以上第12レースでした。第12レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番、以上でございます。